皆様こんばんは。そして皆様お疲れ様です。ペルシアンでございます。今回はね、チーズチャーハンを作りましたね。少ない材料で、まずね、ガーリックオイルで卵を炒め、卵を焼いてからご飯を乗っけて、でパラパラに仕上げて、その後にチーズを乗っけてね、電子レンジでチンしました。だから結構私はシンプルな今日チャーハンでございます。で今回はね、このね、あ、これだ、こちらのね、あの銀のやつでね、ね、飲みたいと思っています。いきます。一応こぼしかけたけどね、大丈夫です。いきます。はい。で今日はこれでね、あの晩酌をして、晩酌でね、夕食を食べます。皆様お仕事お疲れ様でした。明日は日曜日ですがね、お仕事なさってる方もいらっしゃいますのでね、体調整えて頑張ってください。まだね、ちょっと私もまだ体調はね、まあ7割方回復しましたが、まだ3割はね回復しませんね。毎日ね、あの料理動画をあのやるのちょっと結構難しいのでね、ちょっと今回はね、特別にね、動画配信しましたけどね、明日はできるかどうか分かりません。できたらやります、ね、あとまあプロ野球カードのね、総集編もねやりますので、そちらの方もぜひお楽しみください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ペルシアンでした。